今日網走で地震が起きた際に海上保安署の機能を気象台に移す訓練が行われました。これより、気象台に、を行う、移転作業をかかれ。訓練は網走地方で震度5強の地震が起き、網走市内が停電、津波警報が出された想定で行われました。今回のケースでは海に近い網走海上保安署の庁舎が一部倒壊し、発電機が使えなくなったため、自家発電ができる高台の網走地方気象台まで通信機器などの機材を運び、海上保安署の機能を移動させました。こちらの官名いかが。国民の安全安心を守る機関の一つとしまして、災害時こそですね、活躍しなければならないわけですので、こうした訓練は大変重要なものでございます。災害時に迅速に対応できるよう、今後も訓練が繰り返されます。